さんこんにちは、さいぐさこころです。リンゴルフオープンについて追加の発表がありますので、今から動画で説明していきたいと思います。はい、何人かじゃないですね、いくつか質問をいただいたので、そのことについても話したいと思います。まず多かったのがですね、一人でも参加できるんですかと、お友達と行っていいですかとか、女性だけですかっていう質問が多かったんですが、本当に誰でも誰とでも参加できるコンペとなっています。お一人でもお友達とでも男女ペアでも、はい、ご応募お待ちしています。はい、でもちろんスコアで100切ったことない方全然 OK です。そこも全然問題ないので、ぜひコンペで100切り目指していただいてもと思ってます。コンペというかリンゴルフオープンで100切りを目指してください。はい、さらにですね、会場が追加されています。東海東名古屋カントリークラブ東コース、東コースが追加されています。皆さんこれはホームページにありますので、ぜひチェックしてください。すごくいい会場で、私も見たんですけれども、これはぜひラウンドしてみたいなと思いました。はい、であとイーストウッドカントリークラブの料金詳細が決定しました。応募フォームに書いてあるんですけれども、プレ代いろいろ込み込みで金額書いてあるのでチェックしてください。でボランティアの参加についてなんですけれども、これは進行のボランティアとなります。結構今回スタッフ少なめで全国回りますので、進行結構手こずったりとかですね、事前の準備があったり、マーシャルだったりですね、あとフォアキャディとか、あと運営で結構アパレルの並べたりとか、あとみんな早く行ってくださいとか、当日結構バタバタするんで、そういうの手伝ってくれる方を募集しています。結構ね、ご応募来てるみたいです。はい、こちらはゴルフはできませんので、ゴルフプレーを想定されていた方は改めてご応募し直してください。メールのご案内もいたしますということです。で皆さん気になっているルールですね、まだ紙が出てないんですけれども、今動画で伝えている範囲で説明していきたいと思います。基本的にはノータッチ完全ホールアウトとなっています。でプレイング4ですね、OB となった場合プレイング4を使うと思うんですが、そちら使用してください。これは進行上の理由で、ゴルフ場からも約束事項として言われてますので、必ずプレイング4は使用してください。あとローカルルールなどもあると思うので、そういうのも適用していきます。基本的にはノータッチ完全ホールアウトですが、そんなに競技したものとはしません。はい、あとセルフプレーが多いので距離計も OK とします。高低差が出るものも全然 OK です。ガーミンの腕時計型全然 OK です。手で持つタイプでも OK です。距離計何でも使ってください。はい、であと雨天の場合はまたルールがちょっと変わってくることがあると思うので、そこを改めて発表します。で今応募状況ですね、東北、東海、九州、この3つの地域の枠にまだ空きがございますので、ぜひ皆さんお友達を誘ってどんどんご応募していただけると嬉しいです。関東はかなり埋まってきております。でまだ発表はできないんですけれども、関東関西は1会場ずつぐらいは増えるかなと想定していますので、皆さんそちらの方もぜひチェックしてください。で今回開催されない土地についてですが、アンケート情報とかゴルフ場との調整が今年はちょっと難しくですね、実地ができませんでした。今回運営をやってみて、参加希望者数の数、ゴルフ場との調整がうまくいきましたら、今後いろんなところに行ってやりたいなと思っています。はい、ぜひご都合がつきましたら、ぜひご都合がつきましたらお近くの会場に足を運んでみてください。皆さん今日のコメント欄にはまだわからないこととかですね、こういうのどうなんですかって、私たちも運営側でまだまだ足りてないところもあるので、どんどん書いてもらえると訂正も兼ねてやっていきますので、どんどんコメント欄にこういうのどうですかとか聞きたいことあったら書いててください。できる範囲でお答えしたり、私たちも直したりとかですね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。バイバイ。 YouTube のこれ小さYouTube のチャンネル登録と高評価。
願いします。